半魔家の本家の本物の貴族の半魔陽先生です。過去に、なっておりますけれどもね、本当はね天皇とかイギリスエリザベス女王よりか私の本物の貴族の方が偉いんですね。彼らは大統領みたいに昔作った大統領とか総理大臣みたいなもんですね。で、本物は私が存在するんですけども、それでですね、あと、私が普通の人と違うのはそれだけじゃなくてね、まあ一般人じゃないですけど、人間の上の知能の生物ということでね。で、人間の博士とか医者とかいますけども、ノーベル賞を取ってる人も いますけど、全部私の方が学問が上です。全部ですよ、ということです。それでね、大学は私はね、まあ家はみんな東大3人とも卒業してて、ね、男はね、で私はそれ以上勉強してて、ましたけども、大学はね、高校までに和光大学文学部の勉強を終えて卒業してですね、それから神奈川工科大電気科、ね、今度理数系の方を卒業して、その時に、優秀な研究室の先生を担当して、ね、大学の先生の資格をきっかけとして取得したんですね。西牧研究室、一番優秀な生徒しか入れない研究室ですね。で、私は4年の大学までで博士まで、名誉博士まで指導する先生の資格を持ってますね。国立だろうと。だから私の方の最終学歴は学士になってますね。ですけれども、ダントツのね資格を持ってます、ね。その経歴までにでね、大学の博士号の先生とかノーベル賞の先生とかね、そういう資格を持ってますね。これは、JBCC、 昔日本ビジネスコンピューターと作った時ですね。私がボイチョの技術研究所の所長を2回目の母のお父さんがやってたんで、その後を継いでましてね、ボイチョの技術研究所の所長をやってたんで、で、でですね、で、いろいろ学問を勉強してたんですけど、あと私の本家の方の貴族の方のじいさんも閣僚をやってましてね、天然で弥彦村の村長をやってましたけどね。で、みんな東大卒なんですね。で、おじも東大でね、小松の総務部長取締役やってましたね。ブルドーザーの大きい会社ね。それから富士通の社長なんかもやってましたしね。もっと偉くてね、やらせてたんですね。社長をやらせてました。で、社長よりかもっと偉いですね。本社の富士通の社長とかね、まあいろんなところですね。で、そういうことでね、上の能力者として私に対しては人間全員はね味方として見ないんですよ、敵として見るんで、例えば特許なんか入れても敵と見るんで絶対特許入れません、ね。で、八百長じゃないんですね。もう生物体が違うと、私とみんなと人間じゃないから、上の生物だから、まあ重量級というか無差別級っていうのはないですからね。それでは私が一番なんだけどね。いろいろタイトルがありますでしょ、ね。ということで人間と比べちゃいけないわけですね。ですので八百長ではないんですね。で、だから特許とかね、あと、今のアマゾンさんとかマイクロソフト社とか億万長者いますけども、
マイクロソフトは、まあ、実際はビル・ゲイツよりか僕が作った会社ですね、マイクロソフトはね。ビル・ゲイツは人間としてね、やってまして、マイクロソフトは僕が一番の創業者です、実際はね。で、アマゾンさんも僕のパソコンの発明者で一番なんで、それからできてるんで、ね、創業者でもあるし、この YouTube、YouTube も僕が創業者ですね。本当は一番でしょうね。ただ、人間としてじゃなくて上の生物としていますので、人間たちのタイトルは取れないんですよ。全部ね。で、それでね、私が作った日本ビジネスコンピューターで副社長にね、僕が作ったから、爺さんが、新妻誠一と谷口2回目のね、爺さんなんですけど、家にね、まあ、任侠電機っていうのを作って、日本ビジネスコンピューターという名前をね、私が作って出て上場して、両方が僕は大学1年の時に合併してね、大きくなったグループ化したんですね、私が。それが日本ビジネスコンピューター、今 JBC ホールディングスってなってますけど、で、その時に副社長に IBM の副社長をやってもらって、経営やってもらった関係でね、 IBM の取締役もやってるわけですね、私はね。そんな関係でノーベル賞多いんで、 IBM だ、その先生を担当してるということですね。アメリカの IBM のノーベル賞を取ってるね、チームなんかたくさんいますからね、その先生ですね、取締役ですね。しかしね、人間と私とはもう違う生物ということでタイトルが取れません。で、人間のいろんな学問を持ってる博士の全部上なんですね。で、億万長者でも世界一なんですけども、人間たちっていうのは全部敵として動くんで、全部妨害して生きてるわけですよ。だから、私一人でね、対抗して生きてるだけなんでね、後でお金を稼いでもね、今現状の方はね、そんなに、贅沢に生きてるわけじゃないですね。ただね、上の能力者なんで、株や投資ですね、いろんな投資に対して、保安が取るね、少額資金だったら、月に1割は、まあ、稼げると。だから10%稼げるということ。そういうことで、能力が高いんで、ダントツ、今のアマゾンさんだろうと、ビル・ゲイツさんだろうと、世界は億万長者よりかもっと金持ちなんですね。ただ、彼らは人間ですけども、仲間で組めるんだけど、逆に私の場合、人間というのは敵として動くんで、何でも外されてしまうんですね。お金も支払わないとかね、いうことで100%来ますからね。そういう中で生きてるということでね、まだ人間と能力が違うと、ダントツ上なんですね。そういうことでね、実情は私が世界一の億万長者です。地球上ではね。それで本物の貴族であると、エリザベス女王であろうと、天皇陛下だろうと、身分は私の方が上です。本物貴族ですね。作り物じゃないですからね。またに、日本の貴族じゃないです。まあ、でもあるんだけど、日本よりか歴史が古いですからね。世界の本物貴族ですね。全部地球は自分の土地と思っていいものですね。地球は名前を呼び始めた最初のね、貴族ということですね。で、今、投資してますけども、保安を取る少額資金、小遣い程度でね、これで1兆円ぐらいに増やせないかなということをお手本でね、今紹介してまして、最初1万ぐらいの資金から今2万6000円ぐらいになったんですね。それで、年に、3倍ぐらい増やす、10%だと3倍ぐらいになるんでね、資金が1万だったら3万になって、ね、年に3掛けしていくわけね。約
2年目ではもう10倍で、で10万と。で、3年目では30万と。で、4年目ではもう100万ぐらいになっちゃって。そういうような、ね、不安が取れる。金額が多くても、不安が悪いとね、不安が大変なんですよ。逃げたし全員妨害するから。で、簡単じゃないで、奨学資金でね、協力者いませんから、人間にね。こういうふうな私の技能を教えてね、勉強させてますね。で、投資に対してはね、同じものを投資してもらうと、その本人が一人投資してても、大勢頭でね、真似してくるんで、稼げないんですね。だから私の戦術、投資戦術をいろいろ紹介してまして、私と同じに投資しないで、その私の投資戦術から勉強して、各自で責任で投資してもらおうということですね。で、私が投資したものをそのまま投資しちゃダメなんです。ちょっと私も投資する人が増えますから負けちゃうわけですね。それは絶対マナーとして同じ投資はしないでくださいということですね。で、いろいろ個々にこれを投資するまでにいろいろ投資するね、戦略方法を、こうやったらこっちでもいいかもしれませんよ、これは80%の確率で勝てるかもしれませんよというようなことを教えてるんで、それをね、勉強して各自で違った投資時間とかね、投資位置でね、また通貨国でね、違った通貨国で投資していただきたいということですね。これは投資のマナーなんですね。同じものを投資されたら、負けちゃいます、私も。で、その真似した人も負けますから、絶対人の真似はしないということですね。直の真似はしない。ただ戦略方法いろいろありますから、その戦略、言ってる戦略方法を勉強してね、それを勉強して各自の責任で投資してもらって、稼いでもらえばいいわけですね。だから、そういうマナーね、これをぜひね、知っていただきたい。で、私は事実上はね、世界一の億万長者なんですよ。で、マイクロソフトだろうと、実際の創業者は私なんですね。ビル・ゲイツじゃないんですね。一番はね。僕は本物の一番なんですね。アマゾンさんだろうと、大きい会社はほとんど全部そうですね。パナソニックも創業者だしね。一番のね。そんなのがあるんですよ。で、日本にマクドナルドが来た時は、私が許可してね、貴族、私がね、許可して、日本のマクドナルドなるどの創業者とかね、いうわけですね。ただ人間は味方として見ないんで、お前知らないよと言ってくると思いますけどね、実際は全部そうなってるというですね、上の能力者で、私がね、大きい会社とか全部回してますね。ただ味方じゃないんで、実際もお金出さないんで、私の都合、お金では知らないから、じゃあ社会的な動きでね、私に対しての力関係で、ね、ちょうど動かしてて少し動くということでね、私が低下してるからということで、自分の力のね、使い方で生きるための力の関係でね、動かしているということですね、世界をね。で、日本だけじゃ力弱いし、私にかかってくる敵っていうのは人間全員ですから、いつもね、24時間かかってきております。だから上の能力者であるために、人間の上の知能のコンピューターロボットみたいなものを仮想的に持ってましてね、それで防御してるわけですね。で、人間よりが頭へ受ければ、私一人でもね、強いんで、人間よりが強いんで、全員よりかね、そういうような仮想的なものね、まあ、実際に作ったりもしますけど、今んとこありませんからね。宇宙的に仮想的に動かして、ね、対抗して生きてるってことですね。たびたびよくね、まあそれはちょっとくだらないからいいかな。いろんな面で言うけども、教えるんですけど、まあほとんど人間っていうのはね、話したり聞いたりできないんですよ。台本で用意してるじゃないと話せないとか、テレパシーで仲間からね、情報をもらって、その通りに話すしか話できないですね。単独では
700年後に分かるとかいうことで動いてるんだけど、各自人間ってね、まだ動物、野生の動物と同じで知能が低いんですね。だから直話したり聞いたりして行動できません。団体の仲間の話を聞いて、自分は700年後に分かるかなというようなことで聞いて動いて話して、その時話すわけですね。ね、私のみたいに直行じゃないから人間と話ができないんですね。で、台本に作った内容でも、もうその人間たちの場合、その都合よく自分たちの都合で言うから、全部ね、全部私が例えばノーベル賞の上の学位で先生もやってるしというようなことを全部隠すというのは、もう生物体が違うし、八百長ではないんですね。で、全部強制で動かさなければ全部承認しないっていうことですね、人間のは。私の方の都合に少しでもプラスになるようなことは全部反発してきます。だから何かやって入れる時は私が力かけてる能力者でね、人間を首絞めてね、抑えて、悪いことじゃないからね、私の能力の方が高いからということで抑えて動いてるということですね。で、まあ、そういうことね、ぜひね、知っていただきたいと。地球ではちょっと人間の生物以外にね、上の生物、私が本物貴族が存在しているということですね。核融にするかもしれませんけどね。あと、以前、君が要は岩尾となりてって、岩尾っていうのは僕の名前、父の名前、じいさんの名前だったんですね。まあ、そのために作ったわけじゃなくて、人間たちが気をつけろということで、味方のために歌ってたんじゃないですね。君が要は岩尾となりてってのね。貴族の歌とも言うけども、まあ、実質人間たち、世界のが作った。で、隠しているけれども、本物はいるんだけども注意しなさいよというようなことで作ったわけで、味方のために作った歌じゃないんですね。まあ、また私の芽が出てきて架空にするために、知らんよというようなことも使われますからね。以前はこういうことを発表して教えてなかった時は、ね、団体、オペラに私のことを歌ってたわけですけどね。もともとそのために作った歌ではないと思うんですけどね。ということでね、本物貴族の半米王先生でした。